はい、イードロです。で今日は、ブラック&デッカーの、マルチツールですね。これは大体3万4000円だったかな。春 の、 あの安売りを逃しちゃって、あの3万4000円ぐらいする一番あの、ね、丸のことかあるあのオプションの多い、ブラック&デッカーのセットを買いました。で今日はこれでですね、まあ、一応昨日あのネットカフェでバッテリーの充電もバッチリなんですけど、まあ、このブラック&デッカーのツールで、まあ、この今日打ったこやつらを、まあ、燃やせるような薪のサイズにしていこうというわけですね。まあ、どこまでいけるかわからないけれども、ちょっと頑張ってきます。最初、まあ、僕が使うこれでいこうかなと思います。まあ、ちょっと間違ってるとは思うけど、ジグソーヘッド丸の子はあるんだけれども、まあ、ちょっとな、丸の子は丸の子でちょっとドアをもらいに行った時にまあ、それをぶった切れたらなあって感じなんで、ちょっとまだ丸の子の刃を消耗したくはないので、ちょっと温存していきます。
上でバッテリー1個目消えたっぽい。はい、じゃあね、とりあえずこんなに早く片付きました。でちょっとあっち集めて、じゃあ次はこっちへ行こうかっていう感じですね。はい、じゃあこっちはね、行けるとこまで行ければいいかなって感じです。で多分車の
じゃあ一応もう日が暮れてきちゃったんで、ここら辺で終わりです。でも結構あそこまで山盛りであったね。あの薪というか、あの木だよね、あれがね、ここまでなくなっちゃったからすごかったね。このブラック&デッカーのね、多分ね、この丸ノコでやったらもっと早かったっていう気はする。でもなんだろうな、とりあえずこのこれを使ってみた感触なんだけど、なんかね、丸ノコの方があんまパワーなさげな気配。はーい。なのであとは買ってきた落ち葉焼却炉でこやつらを燃やします。